長芋と納豆の巾着焼きを作ります。大葉5枚、長芋 100g、 20回ほどブンブン引っ張ります。葉を取り除き、納豆2パックを入れ混ぜ合わせます。油揚げをキッチンペーパーで挟み、手で押して開きやすくします。端を切り袋状にし、具材を入れ爪楊枝で留めます。フライパンに並べ、弱火で両面焼きます。麺つゆ小さじ1を回しかけて完成です。